ライフ突撃うまいっ旅、それではスタート。皆さんこんにちは、うまいっ旅ガイドのことみです。本日はうまいっ旅やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、はい、本日は、はい、テイネクに来ております、はい、そしてですね、はい、今年入って、はい、初めての大人気シリーズ、はい、北海道のおすすめ回転寿司でございます。久しぶりのお寿司でございます。はい、はい、本日行くお店はですね、はい、去年の12月にオープンしたばかりの、うん、はい、新店でございます。ということで今回紹介するお店はこちら、函館グルメ回転寿司カンタロウさんです。はい、こちらのお店はですね、うん、まあ、あの字のごとく、はい、函館の、はい、美味しいね、海鮮が、はい、食べられるお店ということで、はい、函館はね、やっぱりね、うん、あの津軽海峡に揉まれたお魚、はいはい、そしてね、美味しいイカが食べれる、はい、ね、めちゃくちゃいい海鮮が食べれる場所なので、はい、どんなね、お寿司と出会えるのか楽しみですね、はい、そうですね、もうあの実は私昨日ちょっと夜飲みに行ってまして、はいはい、もうね、飲んだ次の日ちょっとお腹めちゃくちゃすくじゃないですか、はいはい、もうね、今日ね、空腹なんで、はい、今日はたくさん食べていきたいと思います。はい、はい、それではレッツ、うま旅。はい、ということで店内に入ってきたんですが、店内はね、ボックス席と入ってすぐのところにカウンター席がありますね。はい、でね、ちょっとおしゃれな感じで、なんか上を見るとね、なんか海をイメージするのかわかんないんですけど、青いライトが、ね、すごいよね、おしゃれだよね。おしゃれですね、うん、で、なんと、ほんとオープンしたてということもあって、こちら、タッチパネルの注文となっております。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。ね、いろんなね、美味しそうなネタがね、回ってるので、はい、ちょっと注文していきたいと思います。はい、はい、ということで、ちょっとね、メニューがたくさんあるんですけど、まず、第1弾、はい、日替わり三昧、トロサーモン、カツ、タコ、あと甘エビが入ってる、はい、あの店長おすすめのやつと、あとはおすすめ三昧ですね、はい、ニシン、ソイ、なんていうんですかね、わたらこ、醤油漬け、はい、と、あとは本マグロ、中トロ、本マグロ、赤身、はい、そしてズワイガニですね。はい、はい、では注文します。はい、続いてこちら、はい、カツツブガイ、ホタテ、そして生サーモンと蒸しエビですね。はい、そしてもうね、美味しそうなメネギ、これメネギだけのやつがあるんで、これも頼みました。はい、イクラの軍艦ですね。あ、これですね、これですね、はい、はい、これを頼みました。ちょっととりあえずこんな感じで一旦あれしますか、はい、一気に来ちゃうんで、はい、はい、ということで待っていきたいと思います。はい、真ん中の白身がソイになってます。はい、日替わり三昧ですね。はい、まあ、こちらがズワイガニとカニ味噌アイボ、はい、こちらが本マグロ中トロ赤身のアイボ。はい、ありがとうございます。うわ、美味しそう。そうだね、ちょっとやばい、衝撃、カニがでかすぎる大興奮。おー、来ました。すごいね、めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、ということで寿司はね、到着したんですけど、やっぱ函館といえば、はい、イカが美味しいということで、こちら、はい、イカそうめん握り、はい、初めて見ましたね、いろんなとこ行きましたけど、ね、でね、結構いろいろね、あのカットの仕方とか、ハーフカットしてくれたりとか、シャリの量もね、選べるんですよ、うん、で、これも普通にして、なんとね、薬味選べるんですけど、今回こう、はい、山わさびでいきたいと思います、はい、でこちらは函館直送です。そうです、そしてね、イカに続けるこちら、ゲソ握り、はい、これもね、食べたいと思います。そしてね、これね、自家製のしめ鯖がちょっとおすすめになってたんで、はい、こちらも頼みたいと思います。はい、はい、ではちょっといっぱい来たので食べていきますか。はい、はい、では早速食べていきたいと思います。まずこちら、こちらもね、自家製の醤油になってますね、はい、でね、全部今回ネギじゃないよわさびありにしてるので、はい、じゃあちょっと私の勝手なルールだけど、はい、1貫目はいつもね、あのホタテそうですね、謎のこだわりなので、こちらめちゃくちゃ肉厚、でかいやばい、ほんとね、あの全部がね、シャリがめちゃくちゃでかいんだよ ね、やばいよ、そう、美味しそう。じゃあ、はい、はい、ではいただきます。一口でいっちゃった。うん、
ばうまい、うん、甘っ甘い甘っ、わさびめちゃくちゃいいね、いい、うん、程よいこのわさびの量もいいね、はいはい、新鮮だからさ、歯ごたえもしっかりしてて、うん、めちゃくちゃうまい、うまい、いやこれさ、前日飲んで空腹状態で寿司を食るってこれほどコンディション最高な日はないと思うね、ね、最高だね。じゃあこのイクラも、はい、きれい、キラキラしてる、うん、あまりね、かけすぎるとうまさがわからない、ね、はい、もう笑いすぎる、うまっ、間違いない、この醤油の感じも強すぎないのがいいね、うん、ちょうどいい、うん、サリ、うん、サリはあの北海道の独自のブレンド米を使ってるみたいで、うんうん、ちゃんとあのお水を使ってるらしいんですよ、うんうん、でそれとあとね昆布、はいはい、昆布だしを使ってるみたいで、はい、やっぱさだし、うん、があると何て言うんだろう、ネタとすごいはいはい、組み合わせが最高だね、なんか馴染んでます、はい、うん、シャリとネタがめちゃくちゃうまい、じゃあちょっとこれしましたね、やばい、でかすぎる、やばいね、うわ、でかい、私の指以上あるよ、ね、やばいね、あ興奮しすぎて醤油に指突っ込んでますでは、うまっ、もう仕上がってすぎる、うん、このカニの旨味がもう最高、うん、うまっ、ほんとネタがマジででかい、でかいね、うん、一個一個食べ応えがすごい、うん、お願いします、締めサバでーす、はーい、味噌の煮ですね、はい、イカそうめんと山わさび、はい、ありがとうございます、はい、ということでこちらがイカゲソの、はい、あの甘だれ付きにしました、はいはい、そしてこちらイカそうめんの今回は山わさびにしてます、はい、でこちらがこだわりのしめサバです、はい、ちょっと食べてみますか、はい、そうですね、はい、ではね、ちょっといっぱい来たんで、はい、固定で、はい、私も食べながらやっていきたいと思います、はい、はい、ネギの量半端ないですね、すごいね、すごい、うん、もうね、噛む前からネギの香りすごい、すごい、うん、すごい、この鼻から抜けるネギが最高だね、めっちゃうまいですこれ、うん、じゃあ私は初粒でございます、いただきます、めちゃくちゃコリコリ、あ、新鮮な証拠ですね、新鮮、うん、じゃあちょっと私これいっちゃいますよ、ちょっと待ってください、はいすごいね、あ、こういう風になってるんだ、そうそうそう、めっちゃ綺麗だよ、ああやば、美味しそう、今回は、山わさび、そうです、山わさび、はい、はい、ではいただきます、うん、うん、あー、山わさびいいね、くる、うん、イカがもうね、クリーミー、クリーミー、うん、で、後から来るこの生わさびの香り、うん、もうね、相性最高、最高、うまいわ、では、私はこちら、じゃじゃーん、マグロでございます、うん、中トロと赤身、本マグロですね、いただきたいと思います、やばい、めちゃくちゃ甘い、もうなんかね、油でね、唇チュルチュルになってますよ、うん、すごいね、うん、オープニングでも言ったけど太平洋と津軽海峡にね、函館は面してるので、やっぱ大間のマグロとね、匹敵するぐらいのマグロが美味しいんですよね、赤身です、私はじゃあこのたらこの醤油漬けですね、うん、多分醤油漬けなんでこのままいきます。うん。うん。美味しいですか？
子供が出ない味わってんだ。赤身でもね、ちゃんとね、油が乗ってる、うん、でもね、さっぱりした油なんで、これはね、子でも食べれちゃう最強のやつですね。そのやつだね。私結構軍艦とかさっきから食べてるんですけど、海苔の香りもね、めちゃくちゃいい。あ、そうなんだ、うん、じゃあ、私が大好き、エビちゃんです。はい、うん、うまっ。うん、蒸し鍋でこんなに甘さ感じたの初めてかも。うまっ。うん、この時期って、うん、もうちょっとしたら恵方巻きのシーズンあるじゃないですか。はいはいはい。それをね、なんとやってまして、うん、予約すると買えるみたいなので、うんうん、皆さんぜひ、どこにポスターあるかな、なんかホームページに、ね、書いてあったので、うんうん、詳しくはそちらの皆さん見てみてください。そうですね、もう少し説明ですからね。はい、はい、なんかあっという間ですね。ついこの間、あげおめってやってたのに、もう2月みたいな。そうだよ、早いですね。はい、じゃあそのままこちら。はい、何でしたっけ。ゲソですね。ゲソ、はい、ゲソの甘だれです。はい、じゃあこのままいきます。うん、コリ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 、うまっ。甘だれ美味しいね。うん、美味しいですよ。タレが濃すぎない。うんうん、これイカの旨味をね、ちゃんと味わいます。うん、美味しい。じゃあ私もイカそうめんいただいちゃうかな。函館のイカ絶対美味しいんだよこれ。いただきます。うん、やばいですよね。うん、ほんとクリーミー、うん、甘みがめちゃくちゃ強い。ほんとクリーミーですよね、うん、なんかあ、ほんとわさ、山わさびね、めちゃくちゃいいですよね。うん、生姜とかも絶対美味しいですね。生姜もあるだろうね。うん、じゃあちょっと、しめ鯖いきますか。はい、こちらもおすすめですね。うん、はい、あー、うん、あ、うまっ。うん、嫌な臭み全くないね。うん、うん、でもちゃんとサバの旨味はある。うん、いや、なんかちょっと見たんですけど、うん、サバの脂肪率って言うんですか、はい、油が 20% 以上じゃないとこれにしないらしいんですよ。うん、だからめちゃくちゃ脂乗ってるんだけど、うん、すごい、もうなんか魚だけどジューシーみたいな感じ。うん、うまっ。このサーモンでかっ。もうだってさ、シャリ多分さ丸め込めるよ。めっちゃでかい。うん、肉厚。お、うん、うん、うん、うまい、うまい、食べがすごい。新鮮だから結構穴場じゃないですかね。今、定員の方に来てるんですけど、実はね、空港にもあるんですか。あ、新津空港ね。うん、新津空港にもあるので、旅行で北海道に来た人たちは、うんうん、空港で食べるのも全然いいと思います。札幌にはね、ほんとね、初上陸だからね、まだね、来てない人たちたくさんいると思うんでね、知らない絶対来た方がいいと思う。うん、じゃあちょっと私、サイドメニュー頼んじゃっていいですか。はい、だいぶ食べ進めたんで。はい、ということで、商品一覧があったので、ちょっとこんな感じですっていう感じで流したいと思います。はい、結構ね、種類がね、すごいですよ。めちゃくちゃ豊富だね。うん、やっぱりね、ネタ大きいけどね、お値段もね、安いね。安いね。うん、でもなんかお子様用のセットとかもあったりするので、うん、でサイドメニューもしっかりありますね。で、お酒もあります。はい、こんな感じですね。はい、ではね、函館ってやっぱりラーメンといえば塩なので、はいはいはい、ラーメンね、3種類ちゃんと味噌、醤油、塩ってあったんですけど、今回は塩でいきたいと思います。はい、お寿司屋さんのね、うん、ラーメン、はい、やっぱ出汁がさ、そうですね、取れるからさ、はい、実は結構美味しいんです。そうなんです。揚げ物もいっちゃいますか。こういう感じ、餌いきますか。じゃあこれを、はい、はい、じゃあサイドメニューはこんな感じで。はい、はい、お酒はいいんですか。酒ね、昨日だいぶ飲んじゃってね。なるほどね。なんか二日酔いには奇跡的にならなかったんですけど、
ちょっとアルコールは残ってるかなっていう感じでちょっと今日はお休みします。はい皆さんはこれ見ながら飲んでいただけると思います。そうですね、はい、私のこれをお酒だと思ってみてください、はい、お茶もね、美味しいです。お茶も美味しい、うん、ニシンです。北海道はニシンも美味しいですからね。うん、めちゃくちゃ脂乗ってて美味しい。なんかもう全部いい感じに脂乗ってますよ ね最高です、うん、うわ美味しそう。ということで揚げ物のゲソです。美味しそう、はい、結構1個がでかいねうん、近いね。すごく立派な。おお。この揚げたてカリカリだ。はい。はい、ではいただきます。うわ、うまっ。うん。あ。ちゃんとね、下味ついてて、はいはい、噛めば噛むほどぬかの旨味がやばい。イカだよね。タコではなんか一瞬あれ赤かったっけどやばいな、まだお酒残ってるかも。うん、うまはい、ということで続いてこちら塩ラーメンです。美味しそう。そうだね、サイズ感がちょっと可愛くって、うん、締めには最高の量です ねちょうどいい量だ、うん、でね、結構ね、めちゃくちゃいい出汁のすごくいい香りがします。いい香りだ、うん、具材紹介いきますね、はい、ラーメン女子まず海苔ですね、はい、ちっちゃい海苔が2枚入ってます、うん、そしてチャーシュー、はい、でネギで卵にメンマが、結構デカめのメンマが2つ入っております。はいはい、本当にね、塩の香りと本当だしの香りがすごい、うん、ではいただきます。うわあ、もうね、さっぱりだけど旨味が凝縮されてる。これうまいわ。うわ、これ締めに最高だね。ああ結構本格的ですね。ではうわ、ね、もちもちで最高。いや、このなんかさ、ちょっと家庭っぽい感じの、はいはい、懐かしさ、はいはい、でこの感じがめちゃくちゃいい。いや、ちょっとラーメンうまいわ。うまい染みます。うん、でこの塩味加減もね、うん、最高。ちょうどいい、うん、ちょうどいい。じゃあ、チャーシュー、はい、もう一口でいっちゃいますよ。あ、すごい、なんか肉肉しいお肉、うん、柔らかいけど、うん、でもお肉の香りがしっかりしてるね。あ、うまっ、うん、ではこちら、卵。ああ、そうですね、うん、半熟加減もやばいですね。あ、ちょっと味玉になってますね。うん、ちょっと甘めの味玉です。ちょっと本格的だね。本格的だね。じゃあネギと一緒にね。はい、もう本当にラーメン女子みたいな。めちゃくちゃラーメンだけど長くとってほしい。うん、ネギの香りすごい。うん、うまいわ。うん、サーモンも到着しました。めちゃくちゃ綺麗です、うん、すごいね、うん、いただきます。めちゃくちゃ脂乗ってる、うん、すごいですね、醤油に脂浮いてんじゃないですか。すごいね、もうだって表面がテカテカだもん ねこの辺になんかもう脂が溜まっちゃってますよ。うわー、うわ、うん、やばい、うわ、本当だね、もうすぐすぐテカテカ、うん、うん、感じてきた、ジュワジュワ出てきますね。うん、うわ、すごい、うわ、はい、ということで続いてこちら、カンタロールですね。かわいい、かわいい、イクラとトビコとマグロ、はい、で、卵と、なんだっけ、キュウリが入ってます、はい、
タロールだから、これはね、こちらのお店限定ですね。そうです。結構でかいね。一口でいけるかな。一応ね、恵方巻きがあって、まあそうですね、まだ早いけど。食べてでは、はい、いきます。はい。うん、やっぱり海苔の香りが本当にいい。で、あのね、キュウリがすごいシャキシャキで、いいアクセントですね、食感をね。うまい。マグロの軍艦です。ぶつ切り軍艦。そうですね、ぶつ切り軍艦です。口の中はさっぱり締めれます。あー、いいですね、うん、お寿司って結構最後何食べるかで、ね、結構なんかあーっていう、あの食べ終わった後の満足感だいぶ変わりますよね。そうですね。はい、ということで私は大好きなこちらズワイガニのボイルで締めたいと思います。やっぱりそこ行っちゃいました。行っちゃいました、はい、ちょっとね、ホタテも美味しかったんだけど、やっぱりカニだね。お高い女ですね。これは違うか。まあ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 いいや。はい、では、では、もう、ということでごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。たくさん食っちゃいました、ね、爆食です。はい、はい、ということで、ちょっと美味しすぎて食べ過ぎましたね。ねえ、めちゃくちゃ食べたね。美味しかった。いや、本当にね、ネタがでかいし、うん、新鮮だし、油はすごいしで、ね、もうね、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったね。やっぱりね、あのイカそうめんのあの、ね、あれめちゃくちゃ美味しかった。ですよね、もうなんかあの噛んだ時のクリーミーさ、うん、もうなんかあれが他のお店ではちょっと味わえないなっていうのが、そうだね、ちょっと感動でした ね、 ね。お値段もね、あんだけね、何回言ったんだろう、結構食べたけど、ね、はい、まあ7000円ちょっとぐらい。そうですね、うん、はい、全然安い、うん、こんだけね、リーズナブルで美味しいお寿司を食べれる新しいね、お店ですので、皆さん足を運んでみてください。はい。そしてですね、私先ほどお手洗い行ったんですけど、あの、うん、やっぱ家族向けでね、あのちゃんとおむつを替えれる、うん、あの台があったりとかで、うん、家族連れの方もすごい利用しやすいお店となっております。はい、はい、ということで、うん、やっぱね、北海道の中でちょっと見えるかな。さっきまでね、なんとかなかったんですけど、そう、急に食べ終わってきたら、もう吹雪いております、ね、吹いてますね。なのでちょっとね、エンディングはあの室内になってますけど、はい、撮ってますけど、はい、はい、まあね、こんだけ寒いからこそ美味しいものを食べれるというのが、そうですね、はい、はい、はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。